ジャン・マルタン・シャルコーは、フランスの病理解剖学の神経科医、及び教授。シャルコーの仕事は、神経学及び心理学の発展途上の分野に大きな影響を与えた。シャルコー・マリー・トゥース病などの病名にその名を残しており、ジェームズ・パーキンソンの報告した、新鮮麻痺を再発見して、パーキンソン病と命名したことでも知られる。 息子のジャンバキスト・シャルコーは医師及び局地探検家となり南極で発見した島に父にちなんでシャルコー島と命名した。シャルコーは36歳の時パリのサルペトリエール病院の医長の一人となった。この病院には当時4000から5000人ほどの貧しい老婦人を収容する養老院となっていたが、シャルコーはその政治的な手腕を活かし、 膨大な臨床データを獲得することに成功し、当時の最高峰の神経学者となった。生態時季説に根拠を置く、催眠療法及び帰りのデータは、現在も参考にされている。彼は、時期理論による本物の催眠を、大催眠、そうでない暗示によるトランスを、小催眠と呼んだ。一般に公開されていた彼の講義は歌謡講義と呼ばれ、そこでは、 大催眠のパフォーマンスが行われていた。この催眠を支持する学派は、サルペトリエール学派と呼ばれていた。だが、これはパフォーマンスであったために、このようなことをわざわざ言った結果、かえって信憑性を落としてしまった。結果、フランスのナンシーのナンシー学派の小催眠説との衝突が起こり、1889年のパリの催眠に関する国際学会において、 ナンシー学派の正当性が証明されるに至り、催眠療法から精神分析に至る道のりをつけることとなった。1885年のサルペトリエール病院を舞台にシャルコーと患者の若い女性との恋愛関係を描いたフランス映画、博士と私の危険な関係が2012年に公開された。日本では劇場公開されずにテレビ放送された。ありがとうございます。